チャンネル。今日はですね、はい、吉田さんが現役時代、対戦して、まあ、このピッチャーの球すごかったなっていう選手のことをお聞きしたいなと思うんですけど、どなたのことを思い浮かべますかね。私はね、1メートル65センチで小柄でしてね、はい、今よりは多少ですやっぱ大柄のピッチャーが多かったんですよね、はい、で当時は速球全盛の時代ですね、はい、高投手というのは胸元でみんな速球なんですね。あで私は入団した頃はそういう体が小さいでしたからね、はい、バットを寝させてましたからね、はい、高めが好きだったんですね、はい、で速球に対しては比較的ちょっと浮くボールはもちろん空振りしましたけど高めが割合芯に当てることがあって、はい、ものすごく低めがの変化球なんて苦手だったんですよ、はい、今もご存命ですけどね、はい、中日の杉下茂というピッチャーがね、はいはい、巨人の強打線を抑えるために気づかれたらフォークってやるでしょ、はい、でボールがこう指が非常に長いからプーッともうほとんどボールを包み込む握れるんですけど、はい、日本の指を親指で、はい、でそこの日本の指でこうボールを外してヒュッと落ちるんですね、はい、でその杉下さんの前世の頃で僕8番バッターでしてねバッターボックスに立ちますとねもう凡打することを打ち取ることはもう当たり前ということで手のひらにねボールをねコロコロコロっとこうだからサイン見て僕を料理されるんですね、はい、じゃあこう舐められてるわけですねそうそうそうはっきり言ってそういう、そうですかでそういうことで、はい、ある日ヒット打ったらほっとびっくりされた思い出もありますけどもね全盛時代はそういう感じですよ、はい、で比較的ね、はい、今言った高めが好きでしたからね、はい、得てとは言いませんけどね、はい、亡くなった金田さんとかね、はい、方はもう勝負高めで勝負してこられますんでね、はい、でその高めをヒット打ちますとね、はい、マウンドの上でね、はい、おいチビもう一回打ってみーということが今キャッチャーがささやくいうことはしますけど、はい、当時はあんまりお客さん入ってませんからね、はい、マウンドからねバッターにねおいチビもう一回打ってみーということはね、はい、その自分が打たれたその、まあ、僕がヒットを打った球で勝負するということを僕に知らせてくれるんですよねじゃあヒット打った次の打席に入った時にだったらこれチビもう一回打ってみとということはまっすぐは来るということです、はい、それで勝負すると、はい、それぐらいのやっぱりきちんと気合うことまあそれはやっぱ個性があってよかったんじゃないですか良き時代じゃないですか